昨日、札幌でカラスとキタキツネの抗病原性鳥インフルエンザ感染が確認されました道は養鶏場での感染防止に注意を呼びかけています今シーズン、道内では野鳥の感染としては過去最多となる30例の抗病原性鳥インフルエンザ感染が確認されていますこのうち、先月29日に札幌市内で回収された橋シブガラス5羽の死骸から 昨日札幌で初めてとなる感染が確認されました、また、このカラスを食べたとみられるキタキツネ1頭の死骸からも国内で初めてとなる哺乳類の感染が確認されました。 道内ではこれから5月頃まで渡り鳥の多い時期を迎えることから、道は野鳥や野生動物を介した養鶏場での感染に注意を呼びかけています。残念ながら北海道ではあと1ヶ月はどこで起きてもおかしくないと思いますので、市民が死んだカラスに出会うこともあると思うので、えっとそういうものに対してあの触らないで。 えっと自治体にしっかりと届けてもらってビニール袋に入れて回収してもらうという封じ込めを協力してもらうと助かりますね。